ねえ。ねえ。えい。ぼーっとしてどうしたの？私はほら解任されたから時間に余裕ができたのよ。気にしなくていいわ。言うならば自由な時間が増えたわけだし。どうかした？急に黙ったりして。え？どこかって？別にいいわよ。聞こえなかった？いいわよって言ったんだけど。嘘って言ってほしいなら言うけど。よ？はいはい、それじゃあ日曜日ってことで。いいわよ。楽しみにしておくわ。平気だけど、どうかしたの？カオルのこと？それなら、私よりあなたの方がよく知ってるんじゃないの？ことだけど、それももう終わっちゃったことだしね。カオルに浮いた話があったんだ。ほら、カオルって結構モテるから。まあ結局は絵の方に集中したいって断ったらしいんだけど。ほら、あなたもカオルが美術部に入った話は知ってるでしょ。どうやら結構本気みたい。せっかくのいい話だったのにもったいないよね。以上です。私が知ってるのはそれくらい。もし他にも何か知りたいことがあるなら、カオルに直接聞いた方がいいかも。うん、じゃあ私はこれで。どういたしまして。
ねえ。こんなところで何してるの？うん、今日は天気がいいからね。ウサギとカメ。あ、ねえ、ウサギとカメの本当の話を知ってる？あ、知らないんだ。じゃあ教えてあげる、本当の話を。それでは、早辻司プレゼンツ、うさぎと亀の始まり始まり。昔昔ある村に、うさぎさんと亀さんが住んでいました。うさぎさんは、可愛い姿と愛嬌のある性格で、村のみんなから好かれていました。亀さんは、そんなうさぎさんが羨ましくて仕方ありませんでした。そんなある日、亀さんはうさぎさんに、競争を申し込みます。あの山の頂上まで競争だ。もちろんウサギさんの圧勝は間違いありません。それでもカメさんはそうするしかなかったのです。よーいドンって2匹は走り出しました。ウサギさんはぴょんこぴょんこと先を急ぎます。カメさんはその背中を一生懸命追い続けました。それはもうカメさんは必死です。ただただ短い足をバタつかせて走り続けました。しかしそれも虚しく、ウサギさんの姿はすぐに見えなくなってしまいます。でもカメさんは頑張り続けました。そしてそれからどれくらい経った頃でしょうか、遠くの方にウサギさんの姿が見えてきました。どうして追いつくの？亀さんはびっくりしました。それもそのはず、実はウサギさんは昼寝をしたり毛づくろいをしたりしていたのですから。これはチャンスと亀さんは精一杯走りました。そしてついにウサギさんを追い越したのです。その後も亀さんは休むことなく一生懸命走り続けました。結果、山の頂上に先に着いたのは亀さんでした。亀さんはウサギさんに勝ったのです。でも結局みんなに愛されたのはウサギさんでした。亀さんは気づきました。自分がそもそも誰にも見てもらえてなかったことに。理由は簡単、その村に住む者たちにはカメさんが見えなかったのです。いないのも同然だったのです。当然いないものと勝負なんてできません。ウサギさんにしてみれば競争があったことすら知らないのです。どんなにカメさんが頑張っても、たとえ競争に勝ったとしても、すべては水の泡。存在が認めてもらえなければ勝負自体がなかったようなものなのですから。おしまい。ご清聴ありがとうございました。ん？あ、もうチャイム。私先戻るから。
あ、いいところに。ねえ、今って時間ある？少しあなたと話したい気分なんだけど。そう、よかった。あ、そうなんだ。じゃあいいタイミングだったのね。それなりに。なるに決まってるじゃない。綺麗を維持するのも大変なんだから。でも勉強やスポーツも同じことでしょ。毎日のことが大切なのよ。そんなの犬に決まってるでしょ。ええ、他に思いつかないもの。いつまでも私の顔見てるからよ。そういうことされると照れるんだから。どうしてそういう話をするのかな。私なんだか恥ずかしくなってきたから戻らせてもらうわね。積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。ニーニー、電話だよ。それより梅ちゃんから電話だよ。はいはい、それより電話出たら。おいおい、なんで教えてくれなかったんだよ。水臭いな。ニ
何の話だって？またまた。本当に知らないみたいだな。だったら早くテレビを見てみろ。見たか？まあ一応な。なんでもスカウトされてアイドルデビューしたって話だぞ。お前も聞いてなかったのか。流行りのアイドルグループの一員なんだと、ちょっとびっくりしちまったよ。ああ、正真正銘アイドルさ。いろいろ思うところもあるとは思うが、気を落とすなよな。ならいいけど。じゃあまたな。すごいな。あ、今度サインもらっちゃおうかな。ニーニー